はい、どうもライです。本日、スプラトゥーンのお話をしていきたいといいなって思ってるんですけど、スプラトゥーン3ってアミーボがあるの知ってますよね。例えば、ヒデオさんの、体を手に入れるのも、全部アミーボで手に入れられるんですけど、実はスプラトゥーン2だけじゃなく、スプラトゥーン3のアミーボが、11月11日、ポッキーの日にね、発売されるのを、皆さん知ってましたか？今更だけど。で、11月11日、俺実は買ってました。なんか注文してなかった気がしたんですけど、過去の自分を見たら注文した履歴が残ってたので、俺3つ手に入れることができます。やったてか普通にギア欲しいなと思って。どんなギアかわかんなかったんですけど、買ったんですよ。で、本日って昨日か。昨日、スプラトゥーンの公式さんが、ギアの見た目はこうなるよって教えてくれたので、その写真をみんなに見せていけたらいいなって思います。で、一つ目が、インクリングの黄色いイカちゃんは、この、バンカラって格好。なんかバンカラって昔の言葉であるらしくて、なんだろう、もう喧嘩屋みたいな。ルローニケンシンに出てくるザンザみたいな。相良佐之助、いわゆる相良佐之助みたいな格好。まあ、喧嘩屋みたいな格好してますね。普通に、俺これ好きなので。なんか口にくわえてるし、かわいい。これ、小ジャケさんじゃないよね。で、もう一つが、この、黒帯。空手家の黒帯をつけた格好ですね。まあ、俺、小学生の頃、空手やってたので、この格好も普通に好きです。てか、女の子が装備したところも見たいですよね。これが、オクトリング。タコの男の子のギアとなってます。で、最後なんですけど、もう見た目が、北斗の拳に出てくるジャギーみたいな格好。もうこれが小ジャケの、あ、小ジャケじゃん！小ジャケやん、これ頭。頭小ジャケやん。俺の知ってる小ジャケやん。そう、なんか小ジャケのアミーボがあるんですけど、それがこれなんですよ。もう頭そっくりなんだけど。みんな、これは注文しましたか？もしかしたら、売り切れで買えない人も多いと思うんですけど、まあ、今回、まあ、変なね、ヒレオさんみたいなアミーボではないんですけど、いいギアが手に入ったんじゃないかなって思います。はい。そんなこんなの報告でした。